ってさ、慣れもそうだけど、どうやって育ってきたかにもよらない？そういうホラーとかをしょっちゅう見て育ってきたとかさ、漫画とかもそういうのが好きだったりとかさ、そういうのあったりするじゃん。だから多分違う星に生まれてるんだろうなって思ってるの。数学好きっていう人と同じ類だと思ってた。あー、勉強楽しいみたいな、うん、いう人と同じ脳みそなのかなと思って。おかしい人なんだな。あ、ごめんなさい、本当に。あ、じゃあ誇張表現だったね。ちょっと谷先輩と一緒にね、ぜひルチアちゃんがいいよ。え、今なんでハニー入れた途中で。そこはカプちゃんじゃないのね。多分応援してます。お化け屋敷とか絶対無理じゃん。あ、無理無理無理。ハリー一回お化け屋敷で腰抜かしたことあるから。お祭りのすんごいちっちゃいビニールシートで作りましたみたいな。人も別に驚かしてこないわけ。写真しか貼ってないのよ。で、暗いぐらいなのにハニーもうえーって言ってマジしびりかけたのね。最後魔界最強が腰を抜かす姿みたい。